和田もかなり若いんですけど、麻雀歴長いんですよね。あのー、そうなんですよ。まあ、雀荘 <laughs>、うん、って18歳からしか入れないじゃないですか。はい、ただ、あのー、和田は、あのー、あれなんですよ。もう、なんですか、学生麻雀の、なんか、ニューロンかなとかで、<ー>あれでもちジャン雀荘デビューとかじゃなくて、 ってちっちゃい頃から、その競技マージャンをやっていると <laughs>、うん。英才教育ってやつですね、うん、これは。ちってきた男ってやつですね。うん、なるほど。確か、年齢がね、あの、今23、24だった若い、<laughs> 若い。あの、マージャン歴かなり話聞くと長くて、ん<ー>うん。すごいなと思いました。なんか若い子でね、マージャン歴って短い子が。うん,う,んうん。そうですね。うん 多分24だけど、10年以上やってるみたいな感じですよね。そうです、そうです。い感じですよね。で、まあ2年前も最高位戦のクラシック。うん。そうですね。出てましたね、和田さん。で、今回もね、本部の選考会勝ったり出てきて。なんか若手では、こう、ちょてますか。来てですね。来てるかなと。はい。そして、ドラガンコです。中村さん。誰ですか、中村関西中村さん。まだぼったくる気ですよ。 他の人はどうでしょうか、まあ、岩崎も悪くはないですね。難しくないですかこれ。うー、んうん。どう、どうするんだろうペッチャー外しウーワンもありますよね。<う>ドラウピンなんで、チー、うん、ピンは残すとして。チー、うんうん、ピンはね、ちょっと切り替そうですよね。小の和田は厄介なハックが統一。 じゃこれは、この中村。ね中村が良すぎるわ。ポンと、ポンはします、す、よねすま、しますかえ、だけど、あれ、イスソータツがあ、ね。あります、あります。いやどうなんすかうん、どうなんでしょう。どう,ょうどうなんでしょう、出てほしいですね。し <laughs> 出欲しいですね。うん。いや、なんちゃで親へのプレッシャーを与えるっていうところも込みで泣くかもしれないですね。 今、打ってる東海の米沢も24歳と。お米も24歳。あ、そうですわ。忘れてたわ。若い。フレッシュな卓ってことですね。フレッシュですね。そうですね。中村はいくつぐらいなんですか ?31 か2ですね。あ、でも。31か2。和田がポン。31か2。で、岩崎さんは多分もうちょい上ですね。うーん。あら、ャンでン若くて、若く見えてイケメンな感じなんですけどそうね。 ああ、そうですね。あそうなんですか。そうなんですすごい若い、かっこいい柴崎さん。ねファンになりました、ちょっと今日。最強戦は見てたんですけど。最強戦は見てたんですけど。いや、めっちゃ好きだった。いや、本当に。昨日初めてお会いしたんですけど、実際には。中村もいいシャンタですね。ンですね。とちょっと画面が。そうですね。ベンチ払ったんで、持ってきたウワンは。 そうおぉ<ー><ー>これは勝者のツボだ。<笑><笑>そんな入り目あるんですか <laughs> こんな入り目あるんですかそんな入り目あるんですね。すねす4枚入りのドラのウーピンを引いてテンパしましたね。リーチ、ドラヨン。イースソー間違い。イこれね、イースソーね、画面にほとんど映ってないんですけど、今こちらの。イースソー山5。ね、山ゴンですね。はい。イースソーが3枚と、ススソーが2枚。<laughs> 下はねまんからっすねこれはそたまらん積もったそうですねどちらでもハねまん数層、ね、なら出上がりでもハねまん、うん、ただ親も頑張っても和田さんもね頑張ってるんでそ,そうですね親番なんであの宣言倍の3万ポンし,まし,た、ね、してリアンし通ねそうですね切って、うん、おおロウソウまで引く <laughs> 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 あれ米沢これはアンパイが実は ないのかなそうですね。まだ中村の皮もほとんど半分ぐらい自敗で情報が全然ないですよね。<laughs> これ,れですか裏筋の理論ですか数腕は。裏筋理論ですね。うん、であと2回通るんですね。おお食い取った<う>高め食い取り。数層引いてこれでトイトイのいいシャンテンにもなりましたね。トイトイ ただ、ローソーが今現物になったんで、ローソーを泣かしてもらうことを考えれば、一筋勝負のパーピンパーピンもあったんですが、トイトイまで見て、<ー>うん、そうですね。薬案像いきましたね。スーンスーンですね。うん、はい。そうなんですよ。これね、結構苦しいから、ローソーがね、泣けるケースがあるんですよ確かにパ,ピン,パピン。に取ってる範囲が少なすぎて。<ー>そうですね。ねうんうん、パーピンパーピンここ。これもね、岩崎もここから筋の G1 とかで打ったらバカらしいっつって、 老奏を打つかもしれないけど、ちょっと親の連を手出しをどう見るかですね。うん。うん、うん、うん。それでももう、老奏しかないっていう感じも。感じもね、だってこれ。しかない。通ってないでしょ。通ってないですね。老奏以外通ってないですよね。うまあそうっすね、老奏っすね。うん。すると、おぉ耐えたうっえ。えぇ羽万宝珠耐えましたよ、これ。すご、すごいや、すごい、親番で。もう、なんか、トイトイ、 じゃないとぶつける価値がないっていう判断なんですかねそういうことじゃない自分でサブロスを引いた場合は自分で引いたら出ちゃう出ちゃうこういう技やっぱこれきついから三増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 じゃないそうですね前に対してもロソ奏も一回通ります数腕が一応通ったのかそう数腕通ったのかまあでもいやだからワ1か三増だともう2回通せるからそうなんですよねあんまチワ1からいきましたねまあ量増手出し見てるからいやだけどーソを通っ際さ 本当ですよ。そう。涼蔵手出しで何なのって感じ。いや、そうですよね。うん。本当そうですね。スルーされている。切りやすいよね。切りやすいっす。で、まあ、三蔵通ったから、こう岩崎が三蔵取り外しになりますよね。なりますね。涼蔵も、現物ですけど、あ、先に切りましたね。先に涼蔵行きましたね。 いやーでも、老僧するして、これ、どうなるんだろう。結果的には、宝珠回避。きっと、地位して、数層になるので、うん。ね、これ岩崎、なんか、山蔵閉じたとして、早く始めてほしいな。あれ出ない。山、まあ、蔵、老僧泣いてないから、つでも切れると思ってんのかな。っていうことですかね。うん。うん 三蔵問いそとしてから2枚目の三蔵ぐらいでいや、そろそろそうなんですよね。もう赤チーとかってなるかもしんないですね。いよいよつも番がないともう数層だけ通せば、天敗確定みたいな。まぁ確定ではないですけど、つも番がね、どうしても下茶残るので。そうなった時はちょっと面白いですけど、また。考えている。あーんまあ、これは。そうですね。数蔵。 いやでもギリギリまで出ないよう出ないというかトイトイを残して頑張ったなぁ。すごいんですね。ねねねうんはいこれは。いや、次に。<え>中村が12000の出上がり、うん。はい。うん。なんとなんと。中村強いですね。強、ね、い。ね さあ今、単陽ドライオン、羽間マンの上がりを決めた、<laughs> 関西本部。